那覇市長の城間美希子です。12月も半ばに入り、沖縄でもだいぶ寒さを感じるようになりました。市民の皆様、いかがお過ごしでしょうか。風邪をひきやすい季節となる中、新型コロナウイルスの新規感染者が依然減少傾向にないことを心配しております。特に感染リスクが高いと言われている高齢者は一層注意が必要です。そこで本市では来年1月から3月の期間、通所介護サービスを利用している高齢者のうち希望する方々に対し、無償で PCR 検査を行うことといたしました。また県においては、本市域内の飲食店等を対象に時短営業の要請を発出し、要請に応じていただいた店舗には協力金を支給すると発表しました。本市といたしましても、市内事業者の事業継続を支援することを目的に、要請に応じられた事業者の皆様へ県の支給額に追加し、市独自の協力金を支給することを決定したところです。人々の外出が制限されることに伴い、飲食店等の皆様にも多大なる影響が出ています。本市としてもできる限りの支援を行い、事業者の皆様を支えてまいりたいと思っております。どうか皆様においては、引き続きマスク着用、手洗い、消毒を習慣としながら、外出や会食などに際しては感染防止対策を徹底すること、混雑密集する時間や場所を避けること、そして体調不良時の外出を自粛するなど、ご協力をよろしくお願いいたします。結びに、未だ収束の兆しが見えないコロナ禍において、最前線で頑張ってくださっている医療関係者の皆様に改めて心から敬意を表するとともに、市民県民の皆様が穏やかな年の瀬、そして新年を迎えられることを心から願っています。一平二平デービル。